さあ、じゃあお次はね、原生生物を倒せ。1面も選べ。ダマグモだな、1面。7分、そんなかかる？まあ、行ってみるか。赤と黄色。さあ。ああ、ダブル分かれてるんだ。抜きながら、チェンジ。戻ってくる。まず増えてもらわないとね。敵が26だけだから、別に、倒した時点でクリアか。増やすことと倒すことをどっちを優先するかだよね。弱い。弱い。弱い。増えたね。さあ7分23匹。サライムシ。多分赤これだけいたら倒しきれるよね。爆弾を使った方がいいよ。さそうだ。で、ここ岩ピクミンいるんだっけ。岩いない。爆弾で壊すのか。じゃあこれどうだ。うわ、で切れない。犠牲なしで行かなきゃダメだね。たまにももういるし、まあ、ちょっと来すぎじゃない。てか巡回してんのもしかして。勝手に来んのやめてくんない。ちょっと戦いにくいね。届かないね。さすがにこのダブルの戦いはきつすぎる。こいつ巡回してるんだ。これがね、巡回セールスマン問題。違います。あいつ死んでない？踏まれたのか、もしかして。ダマグモに。ダマグモが踏む。そういうのも全然壊れねえ、これ。じゃ、倒した時点で終わりだからね。最後の回収がないのはマシだけど、でも増やさないときついもんね。高さが足りない。これをもう降りてきて合流した方がいいかな。あ、いいもんあんじゃん。これどこに行くんだろう。向こうまで行ける。そこか。あ、いいね。悪くない。これはここが硬すぎるな。いつ壊れる。問題はね、今一つしかないの。こんだけ人数いたらやり倒せる。別回収する人ないからね。
いらなければ放っておけばいい。ダメだね、投げた方がよかった。やっぱ強いな。雨雲を倒すのが高すぎる。よし、じゃあ次で、今回でもなんかギリギリ間に合いそうだけど、次でいいかな。勝ちに行こう。行くぞ。もうとっとと合流した方がいいな、これ。まあどこまで増やすかだよね、正直。でそれ壊さないんだったら、こう爆弾使ってとっとと倒しちゃうや。よし、で増やしてるうちに、ね、こっちで、あいつはちょっとの間放っておく方がいい気がする。一周ぐらいは倒してくれると思う。9だ、1足りない。あ、食われた1匹。で、今のうちに抜く。抜けー。さあ、インナー行くか。今こっち来てるよ、ここで倒したい、正直。そこ、人数足りんか。もうちょっと立ってからのがいいな、これ。もうちょっと立ってからのがいいな。中に行くぞ。こいつ止まるの待たないと倒すのきつくない？止まんねえ。まあとりあえず密を。この辺のやつを殺して、こっちまで来たらぶっ殺すよ。帰るか。さあ、ほら一匹ずつなら何も怖くねえんだよ。
やべえやべえ。そして赤が、やれー、なんだ、だいぶ食われた。なぜだ、なぜ死んだ。この赤いやつ倒すとこれがもらえるんだね。なるほどね。これ一発で壊れるかな。うん、一発で壊れるのがいい。今じゃあ爆弾だけ踏まなければよし。もうこれで怖いのない。クリアはできたろ。爆弾めちゃくちゃいっぱいあるし。ワンショットワンキル。残り8匹。起きたよし、あと2匹。そことそこ、超だし、超でしょ、両方多分。1人一発贅沢。これはきつい。あと狙撃したら終わりだ。狙撃よし。まあとりあえずね、プラチナで OK で進めていこう。ミッションコンプリート。結構むずい。これもあれだね、短くすること考えたらね、あの改善点はね、いくらでも見当たるんだけど、でもいいかなって思う。こうやって見るとそもそもクリアできてない人が世界記録、どうなってんだ世界記録。まだここまでたどり着いてる人があんまりいない感じだよね。あのお宝を集めるのミッションがむずすぎて、そっちプラチナ挑戦してる人はそっちで詰まってる感じだよね。よし、オッケー。